ステップ1からステップ10まで、まあよくあるレジェンドスカウトのステップアップ内容ですね。 20% で黒ビブ、 20% 黒ビブ、 30% 黒ビブ、 40% 黒ビブ、 50% ですね。ちなみにですけど、まあ、動画にしてないところで言うとですね、まあ、今日の朝亡くなったチェルシーのガチャありますよね。あれ、まあ、途中でもう、完成して動画終わってるんですけど、アイテム欲しさ、それからあとはスキルですね、スキル欲しさに結構追いかけました。で、現在ですね、なんと、9連続特別獲得枠外し中なんですよ。はい。なんでもう正直この 20% とか 30% とか 40% とか 50% って、まあ、当てになりませんよね。正直ステップ10まで回しても、ステップ最後の10の確定以外全部外すとか全然普通なんで、はい、まああんまりここは期待できない。で、黒ビブってことを考えると、まあ、正直これステップ1からステップ10までで安定したその特別獲得枠っていうのは本当ラストのステップ10のみですね。あとはもうほとんどないに等しいかなというふうに思います。で、常設、確率は 8% になっています。こちらですね、はい、気をつけてくださいね。上のタブから調べると、特別獲得枠の 20% というのが出てしまいますが、1人で探すというところで押してもらえれば 8% というところが確認できると思います。つまり4体のガチャなので各 2% ずつということで、まあそうですね、厳しすぎないかなとは思いますが、常設4対 8% なのでまず数出すのが難しいガチャだなというのはすごく感じております。100連回しても8体以下ってことは多分ザラかなと思います。本当にひどい場合だったら 8% ガチャだと本当2体とか3体とかいう場合もあるので、その中でお目当ての選手を取っていく、まあ、非常に明暗がまたもや分かれるようなガチャが来てるなというふうに思います。はい、これですね、まあ、簡単なガチャではないということだけ、理解しておいていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、それでは選手見ていきましょう。まずはこちらパトリック・クライファートですね、クライファートジュニアが頑張っておりますが、こちらはお父さんの方ですね、バルセロナで来るのかと思いきやユーロスターズで来たというところです。はい、なので、まあ、クラブ染めで使えない、使えるとしたらオランダの、国染めですね、まあ、サイドなのでオランダの国染めでも使っていくことができるというところですが、現在オランダの監督でやっぱり、戦術指導レベル3回がいませんので、なかなか厳しいところなのかなというのが、正直なところです。さらに特徴を見ていきましょう。オフェンスキーマンがついております。創造の支配者ということで、サイドアタックの時キーマンに設定するとセンターフォワード右左のウィングに配置した得意戦術がサイドアタックの選手のシュートとパスがなんとダイアップします。そしてシュートスキル発動率なんとこれもダイアップするということで、めちゃくちゃ強いと思います。まあこのパスっていうところが強いて言うならばドリブルだったらもっと強かったとは思いますが、まあ、なんといってもやっぱりこのサイドアタックっていうところでおそらく強いオーナーさんの今のサイドの傾向っていうのはシュートを高めていく、でロングシュートも含めてっていうところで考えると、まあこのキーマン特徴のシュートダイアップ、シュートスキルダイアップはめちゃくちゃ強いと思います。まあ、ロングシュートの発動率もさらにダイアップするので、正直このクライファートはめちゃくちゃ今のサイドアタックの流れにはドンピシャでハマるキーマン特徴を持ってるなというふうに思います。現状、まあ、クライファートの代用というかクライファートのポジションにいる選手でメインになっているのはおそらくベンゼマ選手ですね。ベンゼマ選手のオフェンスキーマンはここがシュートパスではなくドリブルとスピードでしたよね。ちょっと見てみましょうか。はい、ちょっともうベンゼマ見ていきます。こちらですね、はい、ドリブル、あ、ごめんなさい、ドリブルシュートですね、はい、ドリブルシュートがチューアップということなので、まあ、さっき言ったみたいにシュートとドリブルだったらよかったなというところはベンゼマの方が優秀なんですけども、やっぱりダイアップかチューアップかというところで考えれば当然ダイアップの方が強いというところで、シュートにかかってくる、バフはやはり、クライファートの方が高いかなというふうに思います。まあでもどうなんでしょうね、シュートとドリブルのこの合わ
せ技っていうところでチューアップでもベンゼマの方が、お気に入りっていうオーナーも全然いるんじゃないかなというふうにも思います。ドリブルスキル発動率が大アップというところで、ここがシュート、大アップが、クライファードですね。ここも差がありますね。まあ、シュートスキルの方に振っていきたいのか、ドリブルスキルの方に振っていきたいのかっていうところで、ベンゼマのキーマンにするのか、クライファードのキーマンにするのかというところで選ぶ、じゃないかなというふうに思います。まあ、シンプルにキーマン特徴だけで見れば、まあ、もちろん強いですけど、クライファード、ベンゼマも十分強いんで、ベンゼマ使ってる方だったら、まあ、別にね、わざわざクライファード作る必要はないのかなというふうにも思います。はいはい、続いてこちらゴールジェネレーターということで、これも初登場でびっくりしましたね。なんとシュートとパスが特大アップです。今までこのオフェンス系の能力が特大アップするものってありましたっけ？多分ないです。オフェンスマスターとかって、シュートパスドリブルが大アップなはずなので、特大アップがこの、オフェンスについたのって多分サカツク史上初特徴で、でしかも1個じゃなく2個に特大アップかかってるっていうことで、これ正直さらっとつけてますけど、めちゃめちゃ優秀だと思います、ゴールジェネレーターで。おそらく今後もじゃあこれ出てくるんだろうなということを考えると、今後特徴でのバフっていうのがまた1段階伸びてくるってことが予想できますね。なので多分そのうち、オフェンスマスターの上が出るんでしょうね。つまりシュートパスドリブル特大アップとか、シュートドリブル特大アップとか、ちょっとえぐい特徴が出てくるんじゃないかなと。しかもそれが S ステータスと兼ね合ってきたりしたら、ちょっとえぐいなというふうに思っておりますね。はい、怖いですね。これこの後の、なんか始まりを予感させるゴールジェネレーター、強いです。そしてこちら、創造者ということで、シュートスキル、ショートパススキル発動率が大アップということで、ここですね、これまた新モーションスキルになっております。ウィムジーシュートということで、新モーションって何なのかというと、ダイビングボレーということでございますので、最近タワーリングヘッドという新モーション付きのヘディングスキルが登場しております。ジルーで登場しておりますが、それの、まあ、ボレーシュート版ですね。タワーリングヘッドはジャンピングボレー、ジャンピングヘッド、ダイビングヘッド、ダイビングヘッド、まあ、それのジャンピングボレーということで、ウィムジーシュートが出ております。で、一定時間なんとシュート、トラップ、精神力、なんと3つが特大アップし続けるというとんでもないシュートですね。まあ、確実にですね、まあ、ブレイブシュートだったりとか、ソウルフルシュートだったりとかと、肩を並べる最強シュートの一角になってきてるんじゃないかなというふうに思いますし、新モーションって意外と強いです。特にメインアルアドリブルのような、あの裏街道ドリブルの新モーションありましたけど、それも強いんですけど、タワーリングヘッド見てて思うのは、ゴールに直結する新モーションは余計強いです。はい、なんでこのウィムジーシュートはまだ使ってみないと何とも分かりませんし、新モーションまだ見てませんが、おそらくめちゃくちゃ強いんじゃないかなと予想しております。はい、はい、これも開けるの？これちょっと、はい、全部開けるの？うん、大丈夫、怒られない。はい、これは最後取っといて、ね、全部食べたら開けてあげる、わかった？うん、はい、つまんない、待ってて、つまんない。はい、でウィムジーシュート強いですね。でエンジェルパスで、これちょっと残念というか、まあまあエンジェルパス、ランク A に関して言うと、まあ、小回復なんで、まあ、ほぼほぼ、空気かなというふうに思いますので、うん、まあ、パスとシュートの、まあ、合わせ技でポストプレイヤーなんで、動きとしても、まあ、非常にいいのかなというふうにも思います。ひょっとすると、まあ、結構発動してくれるんじゃないかなというふうにも思いますので、まあ、非常に優秀な面白い選手が登場したなというふうに思います。ただやっぱりさっきも言ったみたいに、ベンゼマいるっていう人はもうベンゼマでいいんじゃないかなというふうにも思いますね。レアルで使ってればレアルのバフも乗ってきますしっていうところです。はい、さあ続いてこちら、はい、トルガンアザールということで、ごめんなさい、私勉強不足で
アザールいっぱいいるんですね。あ、トルガンアザール、ごめんなさい、ちょっとわからないです。で、多分現在活躍している方なんでしょうね。はい、ベルギーのキックマスターということで、ゴールブレーカーを持っています。シュートパスダイアップ、勝負師パスドリブルダイアップ、でバーストシュートにラプトフィードの A ということで、まあ十分強そうには見えますけども、正直そこまでかなというところで完全に外れ枠です。スキルもバーストシュートということで、まあそこまで強くないということを考えると、ニッチもサッチもいかないような感じになるんじゃないかなというふうに思います。取ったとしても、スキル配ることもできないし、作るかって言われたらわざわざごとつしていくレベルでもないというところ。まあ左のカットインというところで、どうしてもライアン・ギグスも手に入れてないし、最近始めたばかりでここのカットインが欲しいという方に関しては、いや、まあ関して言ってもこのゲームは入れ替わり激しいので、この選手の寿命はほぼないと言ってもいいんじゃないかなと思いますので、ごめんなさい、ちょっと外れ枠でいいんじゃないかなと思います。はい、続いてこちら、なんかちょいちょい出てくるジェイドン・サンチョですね。ちょいちょい出てきますね。はい、右サイドということでアタッカーですね。ゴールハンターにソニックストリーム、ドリブルスピードダイアップということで、なんとシュートダイアップ、ドリブルにダイアップ、ダイアップスピードダイアップということで、まあこれでもかっていうぐらいドリブラーの特徴をしっかりと上げてくれる強い選手に仕上がっております。さらにはスキルがスマッシュドリブルということで、まあドリブルの中でもお手頃にめちゃくちゃ強い、ドリブルがついております。まあ、なんだかんだスマッシュドリブル強いですよね。はい、全部開けるの、なんだかんだスマッシュドリブルって強いんですよね。はい、ということで、まあそれはいいんですけど、ランク A のブリングダウンシュートなんですけど、まあ正直このブリングダウンシュートっていうのは、ごとつした時の S プラス特徴はもう最強です。おそらくシュートスキルで現状最強シュートになるんですけど、まあランク A ってなるとかなり落ちますよね。まあ、正直だったら普通のランク A シュートでいいんじゃないっていう、シュートダイアップの方がいいんじゃないって僕は思っちゃうぐらい、ちょっと微妙なシュートスキルが乗っかってしまっているというところが残念かなというふうに思います。まあステータスもそれなりですね。まあ特にレジェンド枠でもないですし、まあフェス限定というわけでもないので、まあ完全に外れ枠を2つ、アザール3丁ポンとつけてきたというところだと思います。はい、まああとは右サイド、まあフィーゴ持ってる方はもう間違いなくフィーゴですしっていうところですね。持ってなくてもわざわざこのガチャでこの選手をごとつしていくのかっていうと、ちょっと疑問が残るところではありますね。はい、さあラスト来ました。やばいです、この人、ヤープスタム。ちょっとこれはやばいです。バトルサイボーグということで、まずステータスからいきましょうか。12,446 ということでぶっ飛んでおります。おそらくいろいろ積めば14,000いっちゃうんだろうなというような、化け物です。S のステータスがついております。ついにセンターバックにまで、登場ということで、マークの S、 そしてマーク A、 パスカット BBS タックル、A タックル、そしてフィジカルもちゃんと上がってパワー、そしてなんとなんと前線フィードも素晴らしいパス B がついているということで、見てください、このとんでもないステータス。パス見てください、センターバックですからね。センターバックなのになんと2000を軽くオーバーしてくる。そしてタックルに関して言うと5000オーバー、パスカットも3700ぐらい、まあ400近いですね。まあぶっ飛んでますね。4000近いですね、ぶっ飛んでます。でマークもなんとなんと、5000オーバーということで、
まあ現状最強じゃないですか、現状ディフェンスのステータスで言ったら間違いなくサカツク RTW 史上最高の選手が登場したというところ。であとはパワーがしっかりと上がってて、ちょっとスピードがまあ基礎が1100あるんでっていうところではあるんですが、センターバック最近特にマーク使う選手であればスピード欲しいところなんですが、まあ大丈夫、はい、フィジカルキングスピード特大アップついてますんで、いや素晴らしい。そしてパワーも高い高いステータスにさらに特大アップついてる。でもってディフェンスマスターでめちゃくちゃ高い5000オーバーのマークとタックルがさらに大アップすると。もちろん大アップっていうのはパーセントでかかってくるバフなので、基礎のその数値が高ければもらえる恩恵がでかいんですよ。なのでこのディフェンスマスターに関しても現在サカツク RTW 最高の上昇値を、まあ、得ることができるっていうのは間違いないというところ。さらにですよ、さらに、はい、出たボールサプレッサーということで、なんとタックルスキル、マークスキルの発動率が特大アップします。これはエグすぎます。まずですね、まずマークスキルっていうのは最も優秀な点はその発動の軽さなんですよ。正直発動率アップのものを遺跡特訓などで一切載せなくても十分マークのスキルは発動するんです。バンバン発動します。でそれに、基礎で特大アップ載ってるって考えると、おそらくもう発動率の振れ幅は、基礎で上限突破もしくは上限値に近づいてるはずです。なのでおそらくマークスキル信じられない量発動すると思われます。でさらにはこのフェリアスマークという 新スキル、これがまた一定時間なんとタックルとマークが特大アップし、相手フォワード選手のシュート大ダウンというものがついております。でこれがですね、まあどうなのかと、まあぶっ壊れの可能性も秘めてますしっていうところです。気になるのは、まあ要はこれって過去のスキルで言うと何が近いのっていうとですね、エッジングマーク、最近ルークショーが最近出てましたけども、あのルークショーが持っていたエッジングマークと似てるんですよ。一定時間あっちはですねマークとタックルが特大アップしなんですよ。つまりタックルとマークっていう書き方とマークとタックルがっていうところで、なぜか順番があべこべになってます。フェリアスマークの場合はタックルとマークが、エッジングマークの場合はマークとタックルがになっています。でここに関してはたまたま表記が逆転あべこべになってるだけっていう捉え方もできますが、僕は違うんじゃないかなというふうに思っています。何個か前というか先月上げた結構重要な動画でロックウォールタックルですね、あれは実は複合系タックルだったっていう動画上げてますけど、実はその流れでマークもですね、実はプレディクトマークとエッジングマークはスパイダーマークと全然違う、実はそっちも複合系のマークだったんじゃないかっていうことを僕の中では予想を立てています。まだちょっと動画にはしてませんけど、っていう意味ではこれなんでタックルマーク、要はエッジングがマークとタックルに対してフェリアスがタックルマークという書き方になってるかというと、これフォワード選手の全シュートが大ダウンというところが、エッジングの場合は要は相手のスタミナ、中ダウンですよね。大ダウンかな、ごめんなさい、大ダウンか中ダウンかな、ちょっと見ていいですか、ごめんなさい。ルークショーは、はいはい、ほらここマークとタックルという風にあべこべになってるんですよ。でシュートのところがスタミナ大ダウンという違いなんですね。でここの違いに注目してもらうと、相手のスタミナをバッと削る場合は要はマークスキルスパイダーマーク系統になるんですけど、相手のシュートの精度を大ダウンさせるっていうのは要はバスタータックルから系統、系列が来てるんですよ。でロックウォールタックルとかもそうなんですけど、相手のシュートの精度を欠くというものに関して言うと、タックルがベースとなるスキルになってるはずなんですよ、今までの系統で言うと。だからこの新スキルは
マークとタックルが特大アップではなく、タックルとマークが特大アップというふうに先にタックルって書かれているのは、なぜかというとそのスキルの系統がタックルから派生しているからなんじゃないかというふうに僕は仮説をしています。まあ、スキルじゃないガチャ解説動画の時点でこういう話するのはすごく珍しいんですけど、まあ、その他のマークとタックルの件でいろいろと検証しているので今ちょっと予想として立ててますけど、つまり何が言いたいかというとですね、このフェリアスマークっていうのはすごくタックルっぽいマークをしてくれるんじゃないかなっていうのをすごく期待しています。まあ、当然発動するとタックルの数値も特大アップでバンって跳ね上がります。でマークなのでとんでもなく発動率が高いです。さらにはボールサプレッサーでめちゃくちゃ発動率が上がってます。そういうことを考えるとこのフェリアスマークバンバン発動してタックルの数値ももう化け物になるって考えて、タックル系のマークってなると多分めちゃくちゃ刈り取ってくれるんじゃないのっていうふうに予想しています。はい、ってなってくると実は相手のスタミナは奪いませんけど、ひょっとするともうとんでもない化け物になってしまう可能性を秘めているヤープスタム、ということで、この辺でまあいいかなと思うんですけど、もう一個実はこの選手がやばい点、ハードマーカーなんですね。プレースタイルやっと出たか、強いハードマーカーということで、最近ハードマーカー最後に出たのはホセ・ヒメネスかな、っていうぐらいすごい前なんですよ。まあしかもそのホセ・ヒメネスの前も出てないんで、ディフェンスリーダーどんだけ出すんだってぐらい出てるわけですよ。現在、サイドで言ったらイエロー、バラン、ラモスという形で、めちゃくちゃディフェンスリーダーが固まってるんですけど、ここに割って入ったハードマーカー、これはですねめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思ってます。最近のだから強いセンターフォーバックっていうのはサイドの強いセンターバックってディフェンスリーダー2枚置きが非常に多かったんですよ。でもやっぱりこのゲームってディフェンスリーダーは1人で、そこにカバーリングとかハードマーカーとか、例えば3バックの場合ちゃんとカバーリング と、ハードマーカーと、ディフェンスリーダー3枚置いた方がやっぱりバランスはいいんですよね。それはアルゼンチン染めの時にちゃんと体感してるんで、そういう意味でもここに来てハードマーカーが出たっていうのもすごく大きいかなというふうに思います。あと個人的にカウンターのホセ・ヒメネスを、まあ血迷って、売りはばさばいてしまってごとつを、で現在うちのチームなんとハードマーカーがレジェーマの選手しかいないというとんでもなくハードマーカーに困っていたので、そういう意味でもうちのチームには救世主になってくれるんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあいずれにしてもスタム、まあ、かなり人権に近い選手になる可能性を秘めていますが、まあ、負けれれほどの人権になることはないと思います。なぜならばそれは特徴のところに、スタミナに関する特徴がないからです。やはり負けれれが圧倒的に人権になってるもう一番の要因ってのは5つの牌です。はい、でセンターバックの5つの牌持ちっていうのは昔はいたんですよ。すごい昔のチアゴシューバとか、でもあれがちょっとぶっ壊れだったというところでもう運営さんは出してません。そこから、センターバックに、スタミナを気にしない系根性とか鉄人とかっていうのは、最近だと冨安選手に鉄人がついててやばっていうのはありましたけど、それ以外でってなってくるとなかなか出してないんですよ。まあ、これ出しちゃうと本当に、負けれに次ぐ人権になっちゃうっていうところだと思うんですね。このヤープスタムにもし5つの牌ついてたら間違いなく人権です。4戦術全てにヤープスタムを置いた方がいいっていうぐらい人権でしたけど、まあ、それがないっていうところで言うと、もちろん選手単体で見てこれがもしかしたら化け物っていうこともあります。めちゃめちゃ人権に近い選手に、なるかなというふうには思いますが、負けれれと比べたら全然負けれれはもう、異次元の存在というところですね。はい、はい、ということで、まあ、僕は、ちなみにですね、クライファートを取ってもベンゼマがいるので使いませんし、アザール、サンチョに関しては当然、ライアン・ギグスやフィーゴがいるので使いませんので、スタム一択、もうスタムだけ欲しいです。で、このガチャ僕知ってるんですよ。こういうガチャは本当に怖いってこと。
交換チケットありません。好きな選手1枚交換ありません。 8% です。そもそも星5自体も出にくいです。そして4分の1しかありません。これ3周回しても出なくてどこまでもっていうこともあり得る、めちゃくちゃ怖いガチャです。まあ 2% なんで一体そんなことはないと信じたいですけど、怖いガチャなんですよこれ。なんでスタム1体取って撤退で、もう全部アイテム使ってごとつします。僕はスタムをでスタム検証して、この新スキルが本当にやばい化け物だぞとなった場合は、まあちょっと考えるかなとは思いますけど、そのスキル要因として、まずはもうスタム1体1本釣りして、逃げたいなというふうに思っております。はい、ということで、まあそちらの動画に関してはまた上げていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この辺で動画を終わりたいと思います。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.